高木君、ちょっと付き合ってくれ。警察だよ。警察？畑さんの通帳を盗んで解約した男捕まったんだ。参考人として来てほしいそうだ。これからですか？そうだよ。今日はちょっとプライベートなことを言ってる場合じゃないだろう。でも何言ってるんだ、君のミスなんだぞ。ほら急いで。この件はマスコミに流れることは、なんとも言えませんね。警察はマスコミとは関係ないですか。人としてはですね、信用が大切な仕事だもんですから、それはわかりますが。This is no good. お台場、お願いします。はい。ネットナンパ師なんですよ。犯罪者なんですよ。会えばわかるんじゃないかな。会って話せば。恋愛なんて高志には道具に過ぎないのよ。音楽を作るための。会えばはっきりする。てるてる坊主さん、東京にいます。会いたい、会って話したい。明日の夜
自由の女神の前で待ってます。ハタ。ハタさん、私も会って話がしたい。夜7時必ず行きます。てるてる坊主。高速乗ってもいいかな。お任せします。一番早く着くように。はい。何か。長谷川と申しますけど、制作の影花さんいらっしゃいますか。どうしたの長谷川さん。あ、ちょっと緊急にメールチェック。っていうかもうびしょ濡れじゃん。さっき3番に浅野部長から電話。はい、ほんじゃ後で。多分すいませんでした。気をつけてくださいよ。はい、どうも。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ずっと待ってました。何かあったのですか？畑さん、約束の時間に行けなくてごめんなさい。はい、村上です。小西です。夜分遅くすまない。課長。村上君、明日は午後からでいいから。今日は警察に行ってもらったり、いろいろ大変だったからね。少し休んでくれ。じゃは銀行を辞めたことになっている。畑さんに遅れた本当の理由は書けない。
テル坊主さん、急な用事で行けませんでした。ごめんなさい。本当にごめんなさい。また。畑さんの鍵だと思った。畑さんは私に気を使っていけなかったと書いた。信じたかった。すいません。あ、何か。台場で拾ったんです。届けが遅くなって申し訳ありませんでした。いや、わざわざどうも。いや、ちょっと待ってください。ですね、ここにですね、住所と名前をお願いします。え、一応規則ですから。前に自由の女神で会ったことあるよね。そうでしたね。てるてる坊主はどうして来なかったんだろう。畑さんは本当に来なかったのだろうか。
ません。河口湖で使ったお金の領収書持ってきてくれました。この中に入ってる。開けろって。開けられるんだったら。え、鍵なくしたんですか。そういうこと。ドジどこで。分かってるんだったら探してるよ。交番に届けました。交番。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。たかし、ちょっと。オリエンタル石油文化事業から完全撤退するって、はあ、雲行きが怪しいとは聞いてたんだけど、そこまで傾いてたとはね。バーグレコードもね、タイアップが決まらないんじゃこれ以上 CD の話を進めるのは厳しいって。どうする。どうもこうも新しいスポンサー探すわよ。厳しいけど何とかしなきゃ。とにかく高志は残りの曲作りに集中して。あ、ゆうべはお疲れさん。でしょうか。村上さん、ちょっと。はい。クレジットカードの勧誘ですか。ああ、ボーナス月間だからね。1日の獲得目標は10件。頼んだよ。あの、どうして私に。どうしてって、営業の仕事だろ。あ、どうもいらっしゃいませ。どうも。双葉カードキャンペーン中です。あの、今ご利用なさってるカード。みたいに外に立たされるんですかね。男子やだな。課長。あ。村上さんを勧誘に回したのはいじめですか。何言ってるんだよ。お前の件は私も悪かったんです。分かってるよ。だったら私も。二人も外に回せないことぐらい分かるだろ。席に着きなさい。失礼いたしました。双葉カードキャンペーン中です。よろしくお願いします。双葉カードキャンペーン中です。よろしくお願いします。双葉カードキャンペーン中です。よろしくお願い。鍵ですか。ええ、あの黒いギターのキーホルダーがついた。お、ひょっとしてこれですか。あ、それそれです。どこにあったんですか。お台場ですよ。ちょっと待ってくださいよ。お台場のですね、自由の女神の前ですか。自由の女神、はい、行かれたんですか。ええ、でもなんでこれがここにあるんですかね。いや、拾った人がこの近くに住んでるか働いてるかどっちかの人なんでしょうな。どんな人でした。いや、若い女性ですよ。名前は記録残ってるんでしょ。いやいや、それがですね、住所も名前も書いていかなかったんですよ。そうですか。双葉カードお持ちですか。ただいまキャンペーン中です。双葉、何やってるんですか。天野さん、仕事です。双葉カードお持ちですか。ただいまキャンペーン中です。はい、
双葉カードはもうお持ちのはずですけど。そうでしたね。あ、双葉カードお持ちですか。やっぱりください。ですから。友達の名前で作りますよ。印鑑は三文版でも OK ですよね。もう嘘はやめてください。確かに僕は破綻のふりをしました。それはいけないことです。天野さんが許せないと思うのも当然です。お分かりになってるんですか。気持ちの先走りは認めますけど、でも僕が嘘をついたのはその一つだけです。パリにいる元銀行員と嘘をついてメールの交換をしていた天音さんは何なんですか。まあ似た者同士なのかもしれませんね。九州で子供たちと音楽を楽しんでるって書くネットナンパし旗と嘘つきはあなたですよ。あなたは誰も愛せない男よ。次がスポンサー降りちゃうのよ。参ったよ。なんで。制作は気楽でいいね。新聞ぐらい読んだよ。業績不振、まず切られるな。宣伝広告費だからね。オリエンタル石油。畑さん、ごめんなさいはいりません。実は私も待ち合わせには行けませんでした。急にパリに戻らなければならなくなり。お金ってなくては困るものだけど、もっと大切なものがあるはず。それを探しにパリに来ました。畑さんは作曲家？私は元銀行員。本当の気持ちを書くために必要な嘘だった。でもパリにいる元銀行員と嘘をついてメールの交換をしていた天音さんは何なんですか。嘘つきはあなたですよ。どうしてテルテル坊主はメールをくれないんだろう。まね、止めて。浮気？
そうだよ、信じられる？結婚前だよ、人がお腹抱えて苦労してるっていうのにさ。ともみの思い違いじゃないの？どうして？だって志村さんそういう人じゃ。認めたんだよ、ワイシャツに口紅がついてたから追求したらさ。なんで認めるかな、なんで嘘ついてくんないんだろう。ともみ嘘ついてほしいの？いや普通はやだよ、でも浮気は認めちゃいけないじゃない、それが男と女のルールでしょ。違う？嘘が必要な時だってあるよ、優しい嘘が。双葉カードお持ちですか？双葉カードキャンペーン中なので、よろしくお願いします。はい、もしもし。あ、みどり、双葉カードキャンペーン中なのでよろしくお願いします。ああ、ちょっと待って、書くの。ちょっと待って。これ。うん。新宅のプリンスね。双葉カードお持ちですか？プリンスのどこ？はい。OK、わかった。どうだった？たった2件、また怒られちゃう。つながりさん。はい。君、御用物産に親戚でもいるのか？はい。カードの申し込み書。御用物産ですか？すいません。まあその調子で頑張りたまえ。ラポーションコア、ウンバー、ディネ、アンサンボウィダコウノヌダンボトスシバアベティルパドプログラムネ、イデス、インニアパドニギリドキャナウ、オダニメッシーメッシメッシオボアオボア。わざわざありがとうを言いに来たんですか？はい。いい機会なので、はっきり言わせていただきます。天音さん、僕と結婚してください。吉田さん。会社から海外勤務を命じられたんです。来月、あっちに行かなければなりません。内示を受けたのは初めて天音さんと会った日でした。村上さん。はい。天音ってどういう資格ですか？雨の音です。うちの会社、結婚している人間しか海外赴任できないんですよ。でもどうしても外で働きたくって、それまでに必ず結婚相手を見つけるという条件で話を通してもらったんです。結婚相手だから僕急いでました。急ぎすぎちゃって天音さんをいっぱい困らせてしまいました。あ、誤解しないでくださいね、結婚してくれる相手なら誰でもいいと思ったわけじゃありません。あの日天音さんと合コンで会えたこと運命だと思います。
なぜ天音さんに惹かれたかは以前お話ししました。その上パリが好きでフランス語を勉強していて、真面目でしっかりしていて、一緒にパリに行くには最高の相手です。パリ？そうです、天音さんが憧れているパリです。僕の赴任先は。一緒についてきてください。あ、ちょっと待ってください。銀行に未練はありませんよね。天音さんにあんな仕事させて体よく辞めさせようと思ってるんですよ。その思惑にはまるのは尺かもしれません。でもそれでいいじゃないですか。今辞めることは逃げることです。そんな理由で私が吉田さんとの結婚を選んでも平気なんですか？僕は天音さんにそばにいてほしいんです。信じられないんです。どうしたら信じてくれますか？私のことです。本当に私なんですか？私どこにでもいる23歳の OL です。平凡な銀行員です。何の取り柄もない。それ以上言うと嫌いになりますよ。いや、そんな風に考えちゃう天音さんが好きなんですけどね。天音さんは天音さんなんです。ね、一緒にパリに行ってください。夏にね、三浦半島の方で屋外オペラをやるんですよ。いや、しかし内情はこれいろいろ大変なんですよ。大沢専務は文化事業にすごく理解がある方なの。たかしの音楽にも興味を持っていただいて。いや、これ正直言ってですね、私音楽には不安内なんですよ。しかし後の音楽を埋もれさせるにはあまりにももったいないというね、古川さんの熱意にほだされましてね。ありがとうございます。ただし条件があります。もううちも慈善事業でやってるわけじゃありませんからね、社内を納得させる必要があるんですね。当然です。来月うちの CM で流れる音楽があるんですがね、この曲をあなたにアレンジしていただいて CD に入れてほしいんです。それでタイアップの体裁も取れるし、社内も納得させられると。いかがですか？全然問題ありません。いいわね？それはそちらの CM 音楽を聴かせていただいてからということでもよろしいでしょうか？たかし、それじゃあ田中君出して。はい。これがうちの CM で使う曲です。まあ、じっくり検討していただいて結論を出してください。はい。です。俺。たかし。
今日の話さ受けるよ。よかった。早速明日にでも返事しとくわ。うん、うん、OK。 じゃあ休み。休み。店じまいなの？お昼休みなので。この間ペン貸してくれたから。ありがとうございます。すぐに手続きさせていただき。いや、いい。後で言うからまた。昼休みってことはご飯食べるってこと？ええ。食欲あるね。ガードの管理するようになってよく声出してますので。いや、いいよ、どんどん食えばもっと。はい。あんな仕事やらされててめげてるかと思ってた。あれも大事な仕事ですから。何かあったんですか？いや。この前会いたい人がいるっておっしゃってましたけど。それもそうだけど、例の CD の件が欲しいそうでさ。河口湖で録音していた CD ですか？スポンサー絡みでね。思いだけじゃどうにもならない現実がある。流されるしかないんだよな。本当は私もめげてます。流されれば楽になるのに。天音さんは天音さんなんです。一緒にパリに行ってください。どうして流されないの？流されちゃいけないかな。私音楽のことは何もわからないんで。いや、君のこと聞いてんの。わかりませんけど、何かを信じてるのかもしれません。何かって？そこまではよくわかりませんけど。何かを信じる。菅生さん、音楽を信じていいんですよね？俺も信じてる。しますけど、大沢専務にしますか？たかし？どうしてここに？大沢専務は香織さんのおじさんなの。オリエンタル石油がダメになったって伺って、差し出がましいけど口を聞かせていただいたの。どうして言ってくれなかったんだよ。私がお願いしたの。たかし、私が噛んでること知ったらへそを曲げかねないでしょ。いい？たかし、関東電鉄を逃したら CD がダメになるだけじゃないのよ。アバだって大損害被るんだよ。アバの古川様。はい。お待たせしました。どうぞ。
てる坊主は黙って軒先にぶら下がってるだけ。雨に濡れてうなだれてるか、天気のいい日には忘れられてる。そういう惨めなてるてる坊主しか覚えてない。ありがとう。したいことがあります。どうぞお座りください。どうぞ。今回の件は香織さんに頼まれたからですか？もちろんきっかけは。でもそれだけの理由で動いたわけじゃありません。会社を私物化するわけにいきませんからね、まあ、新しい CM 曲を CD として発売しようという話があったんです。そこへあなたの CD の話が来た。うちの CM 曲を入れる器としてはちょうどいいと思いました。器ですか？いや、あなたにとっても器じゃないのかな、関東電鉄は。何か問題がありますか？お互いの利害は一致してる。今回の話はなかったことにしてください。高橋、ビジネスとしては理解できます。私もそう納得して一度はお話を受けようとご返事しました。いや、だから我々こうやって今日会ってるわけなんだけどね。ビジネスだからと割り切れないものがこの CD にはあるんです。申し訳ありません。さて、どうしたもんでしょうかね、阿波さん天音、悪いね。ううん、まあね、何を謝ってんのか聞いてくれる？浮気したことだ。ともみ認めてほしくなかったんです。気持ちわかる。でも俺たちはこれから10年も20年も、いや、生きてる限りずっと一緒に生活する。だからこそやっちゃいけないこととか言っちゃいけないことがあるんでしょ？ともみの言う通りだよ。だけど、いや、だからこそ嘘から出発したくなかったんだ。え？最初に嘘をつくときっとまた嘘を重ねる。そんなことしたくないんだ。たい焼きで解決しようったってダメ。てるてる坊主さん、謝らなければいけないことがあります。私は元作曲家、
今では東京を離れ、ふるさとの小学校で子供たちと一緒に音楽を楽しんでいる。てるてる坊主さんの Who are you? に私はそう答えました。でもそれは嘘でした。私は今も東京で CM 音楽の仕事をしています。畑さん、嘘を謝ります。私はパリにいる元銀行員ではありません。嘘をつかなければ本当の自分を語れない。あの時はそう思ったのです。心が歪んでいたのかもしれません。もう嘘はいらない。本当の旗と本当のてるてる坊主で向き合いたい。旗こと長谷川隆。嘘を謝ります。私はパリにいる元銀行員ではありません。嘘をつかなければ本当の自分を語れない。あの時はそう思ったのです。心が歪んでいたのかもしれません。そのため本意ではありませんが、嘘を重ねてしまいました。もう嘘はいらない。さようならを言うことでしかお詫びできない私を許してください。てるてる坊主。
そうです、そうです。でもなんでこれここにあるんですかね。さあ、拾った人がこの近くに住んでるか働いてるかどっちかの人なんでしょうな。天音さん、僕と結婚してください。一緒にパリに行くには最高の相手です。天音さんが憧れているパリです。これを49階の梶山商会さんにお願いします。あ、はい。もう嘘はいらない。さようならを言うことでしかお詫びできない私を許してください。からの別れのメールは入れ違いに届いた。てるてる坊主があのメールを読めばきっと返事が。読まなかった。読んだらまた心が揺れていた。でも何が書いてあったんだろう。てるてる坊主は近くにいる。あたさんは近くにいる。きっと。高志、このまんまじゃ CD お蔵入りよ。あ、じゃあ俺健太郎も聞いてなさい。関東電鉄さん断ってどうするつもり。あんな条件でバックアップしてくれるとこなんてないのよ。スポンサーがいないと成立しないのかな。倉本さんはじめファーストコールのミュージシャンを揃えたし、スタジオ費もかけた。5万枚売れて初めて制作費が出るのよ。だからスポンサーは絶対条件。俺自身がスポンサーになるよ。え？制作費は今までのギャラで、で足りなかったらこれからのギャラで補充してほしい。プロの言うセリフ。自分でお金出して CD 作ってお友達に配るわけ？僕頑張って作りました、聞いてくださいって。中学生だって言わないわよ、そんな臆さいこと。どうしても自主制作したいんだったらアマチュアに戻ることね。箱庭にミニチュアガーデンに。緑、はい、出かけるわよ。
ことよろしく頼むね。はい。あと何かあったら必ず携帯に電話して。ね。社長。高橋のためじゃない。自分の会社のためにでもある。行ってきます。行ってらっしゃい。そろそろ行きませんか。高橋さん。CM の打ち合わせなんですけど。ああ、分かった。先生、社長のことだからいいスポンサー見つかりますよ。先生って呼ぶなって言ってんだろ、金太郎。いやあ、どうもどうも先生、お待たせしました。実際のところどうなんだよ。いったっけ、痛いじゃないか。オリエンタル星系のイメージソング、君の曲に決まったんだよ。伊藤さんに代わって領収書書いておいたから。長谷川ちゃん、仲良くしようよ。お互い被害者なんだからさ、オリエンタル星系の。打ち合わせ始めましょう。明日で母ちゃんがついててくれれば安心だね。え、どういうこと。彼が作るんでしょ、今回の音楽。え、いや違いますよ。長谷川ちゃん、フォローに待ってくれる。他の視点に比べ目標達成率が悪いんです。皆さん頑張りましょう。直接お客様と触れ合う機会のない事務方の皆さんも、お友達、お知り合いのつてを利用して預金を獲得してください。はい、はい。あ、それから山口君、明日からローカウンターの窓口に座ってください。え、村上君、事務方お願いします。事務方ですか。後輩のフォローに回ってください。もしもし、天音さん、吉田です。まだお帰りじゃないですか。僕は昔の仲間と楽しく飲んでます。ちょっと酔ってます。この電話はこの前の返事をせかすためじゃなくって、その天音さんの声が聞きたいから。気にしないでください。じゃあおやすみなさい。ムッシュ長谷川。ちょっとごめん。あ、おいで。よし。ボンソワ。どうも。香織さんと待ち合わせですか。いや、ひょっとして本命ですか。何ですか。長谷川さん、心惹かれている女性いるんでしょう。香織さんのことを大切にしてあげてほしいな。僕ね、香織さんにはいろいろと助けてもらったんですよ、天音さんのことで。僕は大切にしますよ、天音さんを。正式にプロポーズしたんです、一緒にパリに来てくれって。パリ。え、長谷川さん、天音さんのことをどう思います。いい奥さんになるんじゃないですか。ですよね。あ、長谷川さんキスしましたよね、僕の未来のお嫁さんに。あ、ひどいな。僕もまだしてないのに。この仲間のとこ戻ってやった方がいいんじゃないの。あ、あれバンド仲間なんですよ、学生時代の。あ、ご一緒しませんかね。悪いけど
ター開始。どういうご用件？いいから座れ座れ。伊藤に会った、知ってんの？だから？だから吉田君にも会って。それが何？なんでもない。そんなに酔っ払って CD 話が暗礁に乗り上げてるから。そんなに大切にしたいんだ、てるてる坊主。会えばいいじゃない。会おうとしたけどダメなんだ。さよならを言うことでしかお詫びできない私を許してください。だったら CD はいいじゃない。そういうんじゃないんだ。 CD を聞いたら長谷川隆だって気づいてくれる、そう思ってんの？最後のメールに名前を書いたの。じゃあてるてる坊主は知ってるの？畑が誰かってこと。だったらどうして？こっちが聞きたいよ。女は恋をすると綺麗になる、男は恋をするとみっともなくなるのね。誰も愛してない高志の方が良かった。帰るなよ。おい、手の付け替えより今の方が利率がいいんじゃない？そうなんですけど、課長が新商品を売り込めって。付け替えはお得じゃないってことちゃんと説明した。いえ、村上さんお願いします。ユウさん、電流処理引き継いでください。わかりました。いいんだよ、余計なこと言わなくて。でもそれじゃ騙してるのと同じことになるんじゃないですか？君ね、本当のことを言わないことと嘘をつくことは違うんだ。騙すな、ごまかせ。分かったね。記入漏れだ。山口君にどうのこうの言ってる場合じゃないぞ。申し訳ありませんでした。はい、アバです。あ、俺だけど。あ、先生おはようございます。おはよう。社長は？携帯かけても繋がんないんだよ。今日も走り回ってますからね。関東電鉄の話復活できるかどうか聞いておいてくれ。わかりました、伝えてきます。よろしく。金太郎は仕事うまくいってんのか？今ね、会議室で打ち合わせしてますよ。生意気にも好評なんですって、クライアントにも。わかった。 Thank you.
悪いね、わざわざ来てもらって。あ、いえ。どうぞ。あ、でも。いや、ちょっとやりかけの仕事があって出れないから。待って。どうぞ。今コーヒー入れてるから。あ、はい。どうぞ適当に。